はい、カパーチェ袋カッパ園長です。さて、じゃあこちらで今日最後のお話は、ご覧になったのあなた、今日もうご飯食べられましたかね。まあ朝ご飯、お昼ご飯、これから晩ご飯っていう方もねいらっしゃるかと思いますけども、何食べました。まあ宿題でね、昨日のご飯ね、についての、質問させていただきましたんで、最後はね、これ食べ物のお話なんですけどもね、また某国の人が、まあ、いわゆる機嫌主張の類かな、ちょっとした変化球っぽいんですけども、某国の人がこんなこと言ってるんですよ。日本のラーメンの起源がついに判明したぞと。ね、ラーメンの起源ですよ。ラーメンの起源について言ってきました。まあ、これまでも何回かありましたよね。日本のこのラーメンに対して、ね。で、今回はね、こんなこと言い出してまして、日本とこの某国のラーメンの起源は共通したある食べ物だったことが分かったぞって言ってるんですよね。ちょっと今までのパターンと若干違うのかな。ちょっと興味深いで見ていきましょうかね。某国ラーメンと日本ラーメンの祖先。だって某国のラーメンはインスタントのことでしょ、だって言っても、他ならぬ、なんだろうこれ、蘭州ラーメンっていうのかな。これ中国の都市、これ蘭州で読み方合ってんのかな。ちょっと待ってね。蘭州で合ってますかね。イスラム教徒が作った料理でハラールフードでもあります。某国ラーメンと日本ラーメンはこれを現地化したものです。あれインスタントの下りがなんかね、省かれてるねさて、じゃあここから某国の人たちの反応ですかね。日本のラーメンとそっくりですね。カルググスみたいでもあるし。で、次がうどんと何の違いがあるの。で、次が普通は牛骨のだし作って、手打ちの麺でラー油はコリアンダーなどを入れて食べるということです。で、次が、ラーメンの元祖は中国料理じゃなかったんですか?で、次が、我が国のラーメンは日本の天ぷらうどんをパクったものです。蘭州ラーメンの現地化じゃなくて。で、次が、日本のラーメンをインスタントにしたのをもう一度、我が国風にアレンジしたので、現地化は正しいですね。正しいんだって。で、次の人。我が国のラーメンは日本の日清食品のインスタントラーメンから由来しています。まさか中国から蘭州ラーメン持ってきて我が国で現地化したと本気で思ってんの?で、次の人。そのインスタントラーメンも結局蘭王ラーメンの変形なので祖先は同じです。で、次の人が。原文やコメント見て話す意味はわかりますが、私もあえて源流と見るには曖昧だと思います。実は我が国のラーメンはインスタントで料理として調理するバージョンがないのが大きな違いだと思います。次の人、強いて言えば蘭州ラーメンもどっかの麺料理の系列だから、ラーメンの元祖は麺だという結論になってしまうでしょう。すごい理論だな。で、次の人が、もともと麺は小麦粉を薄く伸ばしたビビン麺のようなものだったんですが、そこで、細くと、細かく取ってだし汁で、食べるという、アイデアが、新疆地域のムスリムが開発され、それが中国の牛肉麺に発展し、日本のラーメンとインスタントラーメン、某国のラーメンがそこから分かれているというのが多数説ですね。で、次の人が、日本のラーメンは中国のラーミエンから来たんですが、中国でラーミエンとは手打ち麺のことです。次の人、日本でラーメンをインスタント化し、これが我が国に輸入され、ラーメンになった。それで我が国ではラーメンイコールインスタント麺になりましたが、とにかくラーメンという名前を使っているので、中国のラーメンの立場から見ると全く関係ないというと少し残念ですね。残念なんだ。いやー、今日はね、どうでしょう。今日はもう一個別のチャンネルの方も含めてですけど、割と笑える内容がメインだったかな、みたいな。初笑いになりましたかね。初笑いになったんであれば、ね、どれか一個ぐらいなんかこうね、クスッとでもね、笑えるようなお話をお届けできていたとしたら、僕としてはね、まあ、少しは、ご覧のあなたの初笑いに協力できたんじゃないかな、ということで、テレビとか見ても、正直どうです?ね、全然面白くないですよね。昔面白かった、ね、面白いなと思って見てたのも、なんか年齢とともにかな。まあなんかね、あんまり楽しめなくなったりして、しかもなんかこう、ネトフリとか、あの辺もね、もう正直飽きてきちゃって、もう見るもんないな、いよいよ、っていうところで、からの、ね、あるいは僕のこのチャンネルの僕の動画を見てね、ほんのちょっとでもね、笑っていただけたら、
やってよかったなっていうところなんで。ちょっと話取れちゃいましたけど。なんですかね、うん。もうこれ答えそのままなんですけどね、うん。だって某国のラーメンの起源は日本のラーメンだろうと。ね。うん、日本文化のね、劣化コピーじゃないですか。ことごとくがね。うん、勘違いも甚だしいですよ。ね、いや、まあ知ってるからあえて無視してたのかもしれないですけどもね。うん、だからもう結局ね、うん、まあ某国ラーメンの起源はね、この某国人のコメントで結論が出ていましたけどもね、某国ラーメンは日本のインスタントラーメンでしょ、うん、そっから来てるんでしょ、うん、で日本は日本人はね、このラーメンは中華から来ているっていう意味をね、当然理解してますし、ね、まあ昔はほら中華そば、ね、品そばなんて言い方したじゃないですか。今でもその名前でこう使われてるね、老舗のお店だって日本全国いっぱいありますよね、うん、ただまあ例えば九州だとこの中華そば、品そば改良して、豚骨にしたのはね、久留米の、何でしたっけ、南京千両とかっていうお店でしたっけね、確か。だからより発展させてるんですよね。うん。だから結局ね、このね、もともとのこのね、なんか問題提起みたいな、ね、要はお題を上げて、でその後コメントが続いていた、その流れね、一応順番に見てったんですけど、何が言いたいのかよくわかんないんですよね。ね、何が言いたいのかよくわかんないんですよ。うん、まあ、パッと見、今のところ、まあなんかこうね、に、要は中国から日本に来て、日本を経由して、某国にラーメンなるものが入ってきたっていう流れを、一応分かってる風のコメントがほとんどでしたけども、おそらくあと10年、いや、10年もかかんないかな、5年ぐらい、5年もすればね、ラーメンの起源をね、某国、絶対言い出すと思いますよ。うん。だって彼らっつったらもうことごとくね、自分たちに都合のいいものしか採用しないじゃないですか。うん。だって日本で売れてるもの、人気があるもの、全部パクってますからね。うん。しかもさっき劣化コピーって言った通りね、クオリティが著しく低いですよね。だってね、一番衝撃的だったのは去年の何日ぐらいでしたっけ？もうほんと暮れギリギリの段階でね、日本からほら、パクってったシャインマスカット。あれ、キムチにしてましたからね。すごくないですか？だ結局その糖度を高める栽培技術までは盗めなかったんですよ、彼らは。ね。うん。で、甘くすることができなくて、ね、売れないからね、なんか漬物にでもしたのかな。うん。まあ、彼らはとにかく日本に対してだけは強気でね、を吠えてくるし、ね、実際こう何しても許されるもんだから噛みついてきますよね。だから日本にはもう絶対に来ないでくださいって言ってるんですよ。だってこっちから行かないんだから。うん。ね。まあ、インスタントラーメンの起源は確かにね、もうすでに過去ね、主張してましたからね。うん。日本から渡ったのにね、違うって言ってましたから。だから結局なんかこうね、世界的に有名になった日本のラーメンの起源とね、某国のラーメンの起源が一緒だったっていうことで、要は世界的に有名になった日本のラーメン、ね、これを自分たちのものであるかのように要は共有しようとしているんですよね。うん。ちょっと日本人の感覚からこういう発想って普通出てこないじゃないですか。ね。自分のものは自分のものだし、人のものは、ね、よそ様のものはよそ様のものですよね。彼らにはそこがもうないんだよね。だからこそやっぱ分かり合えないんだよな。うん。だってこういう方法、だってやっててさ、やってる自分が一番心苦しかったり惨めになったりしません？やらないよね、普通、日本国民だったら。うん。で、これでなんか自画自賛してね、なんかこう上から目線でね、ご満悦。感覚的に理解不能ですよね。うん。でもやっぱりほら、すぐバレるわけじゃないですか。ね、追及されるとき追及されますよね。うん。証拠付きで。うん。で、そうするとやっぱりこう逆ギレするんですよね。うん。やっぱりね、こういう人たちは関われたらダメ。うん。ダメダメダメ。うん。ね、もう知ってると思いますけど、ね、某国のは日本のインスタントラーメンの劣化コピーですからね。うん。だって彼らが言うラーメンってさ、だってインスタント麺にね、ただ辛いスープがついてるだけじゃないですか。ほぼそれだけでしょ、ね、それを某国ラーメンとかって言ってね、日本のラーメンとね、うん、並べて比べるのがそもそも日本のラーメン全てに対して失礼ですよ。うん。
まあろくな食文化もね、何一つないんだろうから必死なのはわかりますよ。でもね、違うものは違うと言わせていただくしかないですよね。だってさ、だし文化が存在してないんだもん。そもそも旨味成分すら理解できてないんだからさね。辛いって味じゃないですからね。刺激刺激、痛いか痛くないかの違いね。うん、あれはもうそもそも味じゃないんだから。うん、だから結局ね、そのなんだろう、要はそれを無理くりね、味に変換すると、要は塩味が近いのかな、だから塩辛い味ね、うん、としてしか認識できない理由ですよね、彼らがね。うん、だからよく彼らがさ、日本食、日本に来てね、まだ日本に遊びに来れてた時代にね、和食日本食をこう食べてさ、塩辛いっていう感想ばっかね出てきたじゃないですか。うん、それしか味覚として認識できてないんですよね。うん、まあだからあくまでもね、彼らのね、いつも通りのざれ言だったんで、まあ最後一行でちゃんとね、うん、正しい情報をお届けして修正させていただきますとね。某国にラーメンは確かにあるんです。でもね、某国のラーメンというのは存在しないです、この世に。あくまでも日本のラーメンで、現地化なんてしてませんからね。ね、年始早々あんまりね、こう露骨にね、デタラメな嘘ついちゃダメですよ。ということで、じゃあね、去年最後の宿題の確認ね、さっきもちょっと言いましたけども、昨日大晦日何食べましたかっていうね、いつも通りたくさんの方ね、どうもありがとうございました。じゃあまず永徳仁太郎さん、YouTube 見ながらカップ麺の年越しそば食べました。あと20時過ぎてからスーパーでたまたま売ってた穴子のかば焼きで穴子丼作りました。名前はないさん、入院中ですが、エビの天ぷらが乗った年越しそばがメインのメニューでした。入院、どこが悪いんですかね。子供の頃は父方の実家、父の姉の嫁ぎ先がすぐそばで、大晦日を迎えるのが常でした。夕方は白米にガメ煮と呼ばれる筑前煮で簡単に済ませ、日付が変わる直前、鍋焼きそばを食べていました。干し椎茸の戻し汁が効いた甘めの出汁で、アルミ製の一人用鍋で生卵、春菊、かまぼこが少し入って熱々で出てきます。小さい自分には良さ分かりませんでしたが、ラーメンみたいに白胡椒をガンガンに振りかけて食べるのが作法でした。翌日は丸餅の入ったすまし仕立てのお雑煮が朝食で、豪華なおせちは昼以降になりますと。で、桜桜さん、家族4人分任されたんで手抜き料理を、寿司太郎で作ったちらし寿司に、格安で売ってた魚の切り落とし、マグロ、タイ、タコ、ハマチなどなど、錦糸卵をハサミでこう細く切った味付け海苔、イクラを乗せた海鮮ちらし、あとかき揚げ乗せた年越しそば、お正月の朝は偶然見つけた長谷園の鯛だし茶漬けでお雑煮食べようと企んでます。そうだ、明日は朝一で私が国旗を立てるぞ。ああ、いいじゃないですかね。あ、もう今日立てられたんですかね。カッパの心臓さん、今年のなんだろう、これなんたら料理は、会社から送ってもらったおせち料理とスーパーで買ったお刺身セットでした。コロナの影響で忘年会もなかったんで、会社が気を利かせてくれて、和洋中の三段重ねおせちを夕方5時くらいに配達してくれるというありがたい心遣いをいただきました。ああ、素晴らしい会社じゃないですかね。へえ、そんな粋なことする会社があるんだ、素晴らしい。シンさん、大晦日の晩ご飯は冷蔵庫を総ざらいでちゃんこ鍋にしました。野菜の余りや冷凍庫の肉を全部出してきて美味しくいただきました。これで冷蔵庫もすっきりしました。賢いですね。ぼやっきーさん、大晦日の晩ご飯はすき焼き。すき焼き食べるっていう人多いですよね。僕の周りにも何人かいたかな。ハマチのお刺身、自家製のだしの年越しそばで、次の人、浜口恵子さん、私の好きなパンの食べ方はバゲットを2つに切って、その中身くり抜いて、その中にポテトサラダ詰めて、ラップで包んで、しばらく冷凍庫で冷やす。で、その後取り出して 1,2 センチぐらいの幅に輪切りにして食べる。ちょっとしたパーティーなどにも使えますよ。恵子の3分間クッキングでした。すいません、それを昨日の晩ご飯で食べたってことでいいですか。質問をちゃんとまあそれだったら別にいいんですけど、なんかそれじゃないっぽいんだよな。キハナドリさん、サーモン丼と鶏そば、意味はありませんがそれだけじゃ足りません。
ジムリジンジムさん、氏神様違うな、神様をお迎えするための地域の年越しの料理、こちらではこれが普通の栗の甘露煮入りの甘い茶碗蒸し、マダイのたらこを使った人参の小和えのほか、お隣からいただいた黒豆やおでんとの違いがわからないと妹にディスられる煮めなどなどです。何を食べたらいいのか一切参考にならないメニューでした。黒猫ロビンさん、うちは毎年恒例すき焼きでした。この後年越しそばも食べます。山脇美智子さん、すき焼き、刺身、天ぷら、毎年姉ちゃん飯です。年に一度の、実家宿泊一泊です。福神丸さん、おでんとエビ天そば、おでんが食卓にあり自分もびっくりしてますが、相方のお母さんが用意していただいたものなのでいただいてきました。匿名希望の方、一人寂しく紅白見ながら一人鍋しました。猫4号さん、半年前から特別な時にキープしていたコンビーフ丼、キャベツ千切りもプラス。トドさん、すき焼き、刺身で終了、もちろんビールも年越しはワインでした。フィッサンさん、大晦日の昼飯は前回の宿題でフグ料理と答え、フグが食べたくなったのでフグの刺身を食べ、晩飯は鍋にしました。締めにラーメンやご飯じゃなくそばをチョイスして年越しそばにしました。まだ汁が残ってるので雑煮っぽくして元旦に餅を入れます。デビファットさん、おせちとお寿司を少々年越しそば、北海道民は当たり前のように大晦日の晩飯におせち食べます。うん、言ってましたね、そういえばね。マスヒロさん、大晦日の晩ご飯は寿司とオードブルとのっぺの汁。のっぺ汁とは新潟の郷土料理で、里芋、こんにゃく、豆腐、大根、いくら、焼き鮭の入った汁です。なんか県民賞の時なんか教えてもらったことあったかなこれ。コジーさん、毎年恒例ニシン入り年越しそば。猫島さん、ざるそば、エビ天、セリそばにしたかったんですが売り切れでした。神風特別攻撃隊さん、我が家の大晦日は家族揃ってたこ焼きパーティーを2時頃から始めて、その後年越しそばを食べます。毎年の恒例行事になってます。今年は2人の娘も、コロナ禍で帰省することはできないんですが、やはり妻と2人仲良くたこ焼きをコロコロやりました。みすずさん、大晦日はお寿司、これが我が家の定番、ちらし寿司、エビフライ、筑前煮、そして明日のおせちのつまみ食い、いろいろ。園長は何食べましたか？お正月は何食べますか？実家には帰れませんか？お正月気分はどこで味わえますか？全部ない。何一つ正月らしいことなんて、まあ別にそれでいいと思ってます。うん、しょうがないですね。でもね、思ってたほど、あれ？これどっかで話しましたっけ？思ってた以上に Uber がね、普通に稼働してて、あとは配達員さえいれば、いつも通り食べたいものが食べれる環境なんだなっていうのはね、チェックしたんで。まあこの後どうしようかなってとこですかね。年越したそばでも食べようかな、ギャグで。で、次の人は、スカーレットさん。大晦日は、そば食べながらおせち作ってました。切れ端が出るのでつまみながら。で、クリさん、昨夜はそば、天ぷら、焼き鳥、マグロ、サラミ、ウイスキー2杯、アイスクリーム以上。そば以外は酒のつまみかな。めぐみこさん、我が家もおせち食べます。大晦日には黒豆、タツクリ、伊達巻き卵、栗きんとん、紅白生酢など我が家で作ったおせちを早速いただきます。その他にお刺身盛り合わせ、昨日は本マグロもおごりました。あと鶏南そば、エビの天ぷらも乗せた年越しそばでした。あ、豪勢ですね。いいじゃないですか。チャイ君さん、例年のごとく年越しそば食べた後、カニとマグロの赤身をつまみにお酒を飲んだ。酔いが覚めると近所の神社に初詣じゃないのかな、これは。ここ数年の恒例行事だったんですが、今年はコロナ感染予防のため2年詣なんかちょっと読み方がよくわかんないは自粛しました。その代わり酒が進みすぎていい気持ちになりすぎて布団にも入らず寝落ちしてしまいました。大阪の星さん、いわゆる店の残り物です。毎年家内の実家、自営の魚屋さんでお手伝い兼ねて年末過ごすんですが、お刺身や仕出しの残り物でお腹いっぱいになるぐらいいただいてます。いいですね。一般的じゃないので参考にならないと思いますが、そんな感じです。やっさんさん、園長が以前の動画で日本人ならボンクレ正月は寿司だろうと言ってたので寿司にしました。一人身なので近所のスーパーで880円のものが500円に見切られた寿司にしました。
ゴジラさん、大晦日の晩飯は、晩ご飯は天ぷらそばにしようとしたら息子から丼の方がいいと言われて作った天丼と天ぷらの入っていない月見年越しそばです。天ぷらそばで、飯食えば一緒だろうって言わんでください。ヒイラギさん、すき焼きとお寿司。海老蔵さん、大晦日はタクシー乗務の日で朝から深夜まで仕事でした。夜は家戻ってレトルトのカレーと野菜スープ、ちょっと物足りなかったのでピザトースト1枚足して、食後のコーヒーでフィニッシュ。我ながら何の変哲もない内容でしたねと。たくさんの人どうもありがとうございました。まあいろいろね、なかなか個性的なね、うん、いい感じじゃないですか。いいですよ、いいですよ。うん、さてじゃあ今日のね、新年、まず最初の宿題は何にしましょうかね。よし、じゃあおせちの話にしましょうか。結構ね、そのおせちのお話をね、もうすでにこの昨日食べたっていう方もね、いろいろ教えてくれてましたけども、細かい内容まではね、まあ教えてくれた人はそんなにいなかったはずですよね。これ結構ね、その海外の話題でもね、日本のおせちがすごいねとかね、日本のホームメイドおせちが豪華すぎるねとかね、こんなことできるのは日本ならではだよねみたいな感じで、日本のこのおせち料理をね、が海外でも結構話題になってるみたいなんで、さあじゃああなたの おせち料理、細かくその要はメニューですね、黒豆があって、なんと何があって、ね、いわゆるなんかこうトラディション、んこれな、え、これなんていうの、レジェンドじゃないないや、まあ伝統的にはいわゆるおせち料理にこだわる必要ないですね。いや、これこそがうちのおせち料理だっていうやつであればそれで全然構わないですね。うちのおせちはそもそもすき焼きから始まるんだぜみたいな昨日から引き続きおせちね、すき焼き第2ラウンドとかね、そういうことやったっていう人はそれで構わないです。うん、おせち料理自慢を、じゃあこれはね、うちだけだろうとかね、うちの県だけだろうとかね、うちの地方に伝わるこのおせちはよそにはないだろうっていうのをぜひね、だまあちょっと県民省的な内容と被るのかな。うん、だからまあできれまあ住んでるところで行けるちゃう人もいるけど、多分まあ実家でのお話だから、昔の話でもいいです、全然ね、今回のじゃなくていいですよ。うん、だからあなたが知っている、こんなね素敵なおせちあるんだけど知ってるっていう、そういうお話募集しましょうかね。それにしましょうか。うん、もうね、昔どれぐらい昔かな、なんか要は板前さんになったお友達がいて、でその人が要は去年のうちにね、前の年のうちに予約して、いくらだったかな、当時2万だか3万だかするおせちをね、予約させてもらったことがあって、正直僕子供の頃からおせち料理って大嫌いだったんですよね。うん、お年玉だけもらったらもうあと何も食わなくていいやみたいなそんな感じだったんで、さっさね、朝ごはんね、おせち料理、いや、え、めんどくさみたいな。しかも僕魚食べるの下手くそだから、ね、タイとか出されてもね、もう無理なんですよ手つけたくもないみたいな。さっさとお昼ご飯とか晩ご飯とか、なんだったらもうね、2日目のカレーがね、うん、正月からもう楽しみで仕方がなかったみたいな、そんな感じだったんですけども、ね、ある程度いい大人になって、でしかもそのね、いわゆるなんか料亭が用意するおせちみたいなのを食べさせてもらったことが1回だけあるんですけど、まあ美味しかったですね。あ、こういう感じなんだと。うん、いやだからなんだって話なんですけどね内容はちょっともう忘れちゃいましたけど、まあどれを箸に取って食べてもやっぱ美味しかったんですよね。だからまあ結局ね、うん、うまい料理作れる人がおせち作るとやっぱおせちもうまいんだなと。あ、別にお袋の腕ディスってないですよいやまあいいんですけどね。まあそんな感じでね、おせち自慢をね、教えてくださいってことで、どうすっかな、今更これ今からおせちとか俺が言ってもしょうがないしな。僕個人的にはもうね、おせちを食べずに終わると思いますもう何年もずっとしばらくそうだな。うん、まあいいやということでね、あ、でもそんなことないか、あ、まあいいんですけど、うん、ということで、まあ今年もね、ぜひよろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。ごきげんよう。